こんにちは、タックです。今日は、和田治事務所が監修している、建設業許可の、書類作成講座についてご紹介させていただきます。行政書士という仕事なんですけども、私も実は友達が行政書士事務所やってまして、ここにも書いてある金なし、コネなし、経験なしで始めて、今、建設業許可でものすごい稼いでる先生、友達でいてるんです。で、建設業許可ってすごいややこしい上に、行政書士にとってもお金になりやすいし、仕事も、あるというのをよく聞きまして、私も行政書士とって、独立したいなっていうふうに思えるぐらいの、仕事らしいんです。実際私もよくわからないんですけども、その建設許可の書類を作るのにもやっぱりある程度の経験がないとできないし、お客さんの話聞くのにもその内容分かってないとその書類作りができないっていうところなんですって。で、お客さんもやはり建設業者さんなので、なかなかね、そういった時間が取れない、書類を探す時間がない、作ってられないってことで、業種に頼むパターンが多いらしいんです。となると、その仕事を覚えてしまえば仕事も取りやすいし、で、単価もいいっていうのを聞いてますんで、即お金に結びつくということで、短期間で成功しやすい業務だよっていうことを教えてもらったので、この建設業許可の、書類ですね、書類キットですね、を買えば、事務所運営がね、軌道に乗せやすいんじゃないかなと思います。気になる方はですね、この動画の下に、リンク載せておりますので、そこをクリックしていただいて、このセールスページ見て、お買い求めいただければと思います。以上、タップでした。ありがとうございます。